あなたは、クオンジ君でしょ？人の話を聞け！もう知らない。あなたには教えてあげない。誰がケチよ。はあ、明日にはわかるわ。それじゃね、バイバイ。おはよう。
人がせっかく挨拶してあげてるのにガン無視するとはなかなかいい度胸じゃない？何よ。はあ、呆れたものね。あなたのその顔についている役立たずなガラス玉を薬品洗浄したらちょっとはマシになるのではないの？あら、ありがとう。ねえ、本当に思い出せないの？変な子がいると思ったら、やっぱりクオンジ君の知り合いなのね。変な子って失礼ね。だって、あなた転校生なのに、いつの間にか教室に来て馴染んだように話しているし。そんな変なことしそうなのはクオンジ君くらいじゃないの。一緒にしないでください。はい。あなた、本当に気づいてなかったわけ？すみません。もう、あなたのせいで怒られたじゃないの。名前の名にお空の雲、下の名前はカタカナでサエって言います。おばあちゃんがつけてくれたんで、なんだか古臭い名前ですが、私は気に入っています。ということで、短い間ですが、皆さんよろしくお願いします。
こういうの慣れてないから照れる。別に何でもないわ。お隣同士なんだから、これからよろしくお願いね。な、いきなりちゃん付けなんて、ちょっと慣れ慣れしすぎでしょ？別に嫌だなんて言ってないでしょ。昨日今日会う仲でもないんだし。まあ、あなたがどうしてもそう呼びたいっていうのなら呼ばせてあげないことも。ああ、じゃあ私もそう呼ぶね。人の話を聞いてよ。イメージチェンジかな。そのどう？似合ってるかにゃ。何よいきなり、バカじゃないの？もうバカなんだから。
この匂い。今日は良いレモングラスが手に入ったので、腕によりをかけて酸っぱ辛くしてみたんですよ。そうなんですか。東南アジア系の料理ですね。よろしかったらどうぞ。まだありますよ。そうなんですか。残念です。すみません。また今度。すごかった。でも出てきちゃってよかったのかしら。ちょっとね。お昼休みほとんど終わっちゃったけど、大丈夫なの？へえ。最初にここに来たから知ってるわよ。
めっちゃのバカ！先生もいい加減体を起こしてください。キャー、案外そのままでもよかったんじゃないの？最低。何が違うのよ。最低。ここで成功するかどうかは今日のこの舞台にかかってるんだからね。よろしく頼んだよ。今日ね、お祭りあるみたいなの。朝のズームインアブでも大きく取り上げられてたよ。え？知らないの？
朝やってる情報番組だよ。今日は大友さん家の養鶏場では何個卵が生まれたとか、松井さん家の子牛は順調に成長しているとか。これがまた癒されるんですよ。なーによ、いいじゃないのよ。兄様、どうかしたの？うん、いいけど、あんまり時間ないよ。じゃ、また後でね。ちょっと道に迷ってしまって。別にむっちゃんを探していたらいきなりいたから焦って隠れたとかそういうことじゃないんだから。しょうがないわね。一人で行っちゃって。あれ、むつみくん、どうしたの？こんなところで。何してんの？この子。ユンとニーナ先輩も一緒にね。サッちゃんを誘ったらどうしても連れて行ってくださいって言うから。そんなこと言ってない。違う、言ってないってば。調子に乗らないでよ。鬱陶しいから連れてこなかったけど、あいつのことだからそこら辺にいるんじゃないの？くるみちゃん、南雲さん
先輩、こっちに隠れてました。こっちです。お芝居頑張ってくださいです。すごいドキドキですよ。途中でいなくなっちゃうからどうしたかと思ったですよ。見つかってよかったですよ。ごめんなさい。いいんですよ。月綺麗だったわね。学園にもあの格好で来ればみんなに超モテるかもよ。ユウもそう思うよ。そうだ、ファンクラブ作ろっかな。モチ公認してくれるよね。ね。ムツキさん綺麗でした。お芝居も面白かったですよ。
サッチンもそう思うでしょ？別にいいんじゃないですか？またまた、何恥ずかしがっているのよ。食い入るように見ていたじゃない。ピクリとも動かないで、ほれほれ。あ、逃げた。何してるの？早く行きなさいよ。当たり前じゃないの。あんたが行かなくて誰が行くの？